これはマップ向けアイビスペイントがついに登場。皆様からの熱いご要望にお応えし、マック向けのアイビスペイントがリリースされます。マックならではの直感的な操作性でより本格的なお絵描きが楽しめる。早速使ってみよう。アイビスペイントを起動します。マック向けアイビスペイントはマックアップストアからダウンロード可能で、広告なしで1日1時間まで無料で利用できます。体験版、買い切りのプロアドオン、プレミアム会員プランがございます。アカウントにログインしてクラウド同期をオンにすれば、スマホや iPad で書いた作品編集の続きが大画面でできますよ。せっかくなので今回は新規でイラストを書いていきます。アプリに数値入力ポップアップが出ているときは、キーボードで数値入力することも可能です。ブラシのサイズ入力にも便利なので、私はよく使っています。Mac 向けアイビスペイントでは、タブレット版、Windows 版と同様にフローティングレイヤーウィンドウが利用できて、作業しやすい。ペンタブや液タブの筆圧感知にも対応しているので、線の強弱や濃淡もバッチリ表現できます。遅延もなく、サラサラとお絵描きできそうです。Apple 製デバイス間なら AirDrop で簡単に設定を共有することも可能です。設定のバックアップから AirDrop で設定ファイルを Mac に送信。Mac 側で設定ファイルを開くと、ibisPaint に読み込めます。ブラシ設定、カラーパレットなど、一から設定し直す手間がかからない。ラフを作成します。使用ブラシはこちら。広々とした画面でキャンバス全体を把握できるので、バランスが見やすいですね。線画です。ラフと同じブラシを使用しています。書き心地や操作感はスマホやタブレット版と変わらないので、黙々と作業が進む。オプションキー足すスペースキーを押しながらペンをドラッグでキャンバスを拡大縮小。シフトキー足すスペースキーを押しながらペンをドラッグでキャンバスを回転できます。利き手に合わせてキャンバスを反転させると書きやすいです。ブラシと消しゴムを交互に使いながら、硬くなりすぎない程度に線を整えます。影になる部分を太くするなど、線画にも強弱をつけるとイラストにメリハリが出ますよ。線画ができたのでベタ塗りします。バケツ塗り、投げ縄塗りで時間短縮。ベタ塗りが終わったらどんどん塗り込んでいきます。使用ブラシはこちら。ぼかす部分とぼかさない部分をしっかり分けるのがポイントです。髪の毛にもざっくり影を入れて、後で色味を調整します。濃い影を入れて、毛束を増やしたり、細かいディティールを追加します。キラキラのハイライトを追加して立体感を出します。使用ブラシはこちらです。完成。Mac 向けアイビスペイントは無料でダウンロードいただけます。まずはお気軽にお試しください。リリース後に Mac App Store でアイビスペイントで検索してね。ご視聴ありがとうございました。ibisPaint